じゃあ、えー、と一方でその多次元データベースっていうのはですね、どんなイメージかっていうと、えー、こちらなんですけど、えーとまあ、さっきその製品別とか顧客別っていうふうな、えー、X 軸、Y 軸みたいな絵でお見せしたと思うんですけど、もう一回出しましょうか。えっ、ー、と、これですね。えー、製品別とかあ組織別とか。 顧客別っていういろんな軸で見るっていう内容が、よいしょ例えば、えー、とこのシートで言うと、まあ、製品売上管理っていうシートなんですけど、左側の、まあ、売上とか製造原価とかある、まあ、あの入力項目に対してですね、一つは組織軸っていうのがどのデータか、どこの組織のデータかっていうのとか、他にもですね、得意先別っていうので、えー、よいしょ、開くと、 まあどこどこことかですね、まあ、これちょっとダミーのダミーっていうか何て言うんでしょうざっくりした日本語の名称っぽく私が作ったやつですけどなんとか商事とかいうものだったりあるいはえっと製品っていう軸で何の商品を売ったからだとかですねいうふうにあのこのえっとシートシート自体がいろんな軸で構成されてますよっていう形になってます。 でじゃあ例えば、えっと、今このプルダウンで得意先とか製品ってあるだけではちょっとピンとこないと思いますのでじゃあ、えっと、多次元データベースにある機能で軸変更っていうイメージをこれからデモしたいと思うんですけど例えば、えっと、これが、えっと、管理会計上の PL だとして、えっと、じゃあ得意先でうちの会社はどこの取引先に対して最も売り上げを上げてるんだろうっていうふうに。 特異先別軸で見たい場合っていうのは、ですねあのこのシート上で軸を変えることができまして、えー、クリックしますと、ですね横軸が今、えー、時間で、縦軸がですね科目になっているので、えー、軸をですね今,今ご覧いただいたプルダウンからちょっと違う軸を選んでみたいと思います。で今の話の流れでいうと、特異先別ですね、まあ、の取引先別っていうふうに書き換えていただいても構わないです。 得意先というふうにして、えー、OK ってするとですね、これがあの、なんていうんでしょう、スライシングとかダイスとかいう名称でしたけど、まあ、我々、ちょっとダイスってよく使ってないので、まあ、簡単に軸変更って呼んでますけど、あの時間軸が横軸がなくなった分、まあ、仮で2017年1月になりましたけど、管理会計科目に対して、得意先別の PL に変わりましたという感じですね。 い先別のあらりとかいう風になってますよねでこれの元に戻すっていう風にするとですねあの元に軸戻ったりとかあの違う軸で例えば製品別にするってなると製品別の,あのシートに変わったりするんですねこれがあの、まあ、要するに1軸2軸3軸だけじゃない多次元データベースの一例となっておりますはい こうすることで、予実管理っていうテーマでお話すると、じゃあ、例えばなんでここの得意先別に粗利が高いんだとかっていうふうに分析につながるっていうことですね。はい。で、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、なんていうんでしょう、入力シートっていうか、えー、数字があったりしますけど、これをですね、もうちょっと分かりやすく、今お話しした内容、このビジュアルというか、見える化したイメージで、タッシュボードの一例ですね、あの要素は一緒です。 このシートで、製品売上シートっていうのののところで、製品別とか、得意先別っていう風な数字を持ってるんですけど、じゃあ、例えばですけど、全社の中でですね、あらりが、例えばですけど53、53%っていうダッシュボード、これ、全社の数字なんですけど、例えば、あらり駅で、2017年の9月は53.1%があらり駅ですというのを。 えとこうやってですね、多次元データベースでデータを持っていると、えー、とそれに分解していることがアウトプットから、つまり結果からたどっていくことができたりします。で、えー、とどういうことかって言いますと、えー、じゃあ53.1%をクリックすると、えー、と何別に分解しましょうかって聞いてくるので、例えばですけど、さっき取引先別のに、えー、とシートをてうでしょう展開しましたけど、えー製品別 にグロスマージンですね、粗利を分解してみると、53.1%の全社の平均に対して、何が売上として、ごめんなさい、利益です益、ね、として貢献しているかというと、製品の C1 とかは60.1%ですね。